北見野です。じゃあまた続きやってまいりましょう。前回はですね、もう徳川とね断絶して、徳川をねぶっ倒そうとね、してたところだと思います。ただ多分前回言ってたのはこの浜松城あたりまで攻めましょうという話だったと思うんですけど、私こっちが許せないんですよ、どう考えても。なのでもうなんだろうな、斉藤家はもう織田に取られるべきだというね考え方が私にはありまして、であとここにもちょっかい出してるでしょ、もうありえんから、本当にお前徳川もう織田の傘に隠れてもうやりたい放題じゃないかと。はい、なのでひとまず馬場さんはまずこう帰あの騎乗するんですけど、あの来たらすぐにこっちに行きます。はい、で次のターンになった瞬間にその織田家に同盟を一時期ですけど、まあ、同盟をして、はい、ここ取らせてもらうんで、でここぶっ飛ばします。はい、そういう感じでひとまずこのね徳川にはもう斉藤家をやらせないというね、もうお前はもう許さんからな、今回の動画に関してはお許さんからな、本当にマジで、やりすぎですよ、もうやりすぎた、お前はやりすぎた、よしということと、あとは今こう騎乗させるんですけど、あれ騎乗だな、騎乗させるんですけど、まあ、騎乗させないとねこの兵がね回復しないんで、はい、まあ、ある程度まあ騎乗させたらこっちのね内藤さんの部隊もまあこちら側に向かわせて補助させようかなとは思ってますので、はい、あと国峰城に関してはまあ取られそうな感じはバリバリするんですけど、ちょっとこの平井城はね非常に取りやすい、攻城戦で非常に取りやすい城なんで、あの工場を持ってるね人をね送りたいと思ってます。その工場を持ってる人がここにね今いる真田団長行きたか、はい、がいるので、まあここに戻ったらもうすぐあのここからまあ普通に移動じゃなくて普通に出してここに入れようかなと思ってますので、はい、まあ、そんな感じかな。あとこちらの方もすぐ戻ってきたら今このおそらくこれ豊洲城に向かってるんですよ。もう不可市場は無理だとして、豊洲城は守れるのかなと思ってますので、まあ、防衛戦でですね。なのでこの小畑さんとかね、小畑さんとか戻ってきて、あとこちらの秋山さんとかも戻ってきたら、まあ3部隊ぐらいね編成して出していけたらなと、はい、豊洲城の方にですねで撃退するというような構想を練っています。はい、これは今ただの構想上の話です。はい今構想上の話をしてるだけなんですけどね、大丈夫かな、多分1個ぐらい多分ね外れる気がするんですけど、はい、じゃあひとまずやっていきましょうか。ちょっとじゃあやっていきますね。ちょっとゆっくりになると思いますけど、すごくね慎重に見ないといけないので、はい、じゃあちょっとゆっくりやっていきますね。まずここは多分一番最初に戻ってくるので、さあじゃあやっていきましょう。戻った、よし戻った。真田壇上を持っていく、ただ兵数はそんな持ってきたくないんで、ちょっと調整を C の、みんな遅れるな、調整を C ので、真田壇上だけ100で持っていくと、一応法人にしとこうか。これを持っていき、どうするか、国峰城に入れますと、国峰城の方に入れるっていう感じですね。まあ、これがまず第一の作戦です。はい、第一の作戦。でまずこれがもうすぐ帰ってきますよね。騎乗する、これ何城だっけ、もういつも分かんなくなる、これ何城何城ですか、セリガサワ城に、はい、秋山さんが来たらまあね、こっちのね東市城の方にも行きますので、で小畑さんもそろそろ帰ってくるかな。なかなかいいタイミング。
あ、あとこっちに多分来るんですよ、富士吉田に。うん。なのでですよ、もう少ししたらどうしようかな、もうちょっとしたら来るかな、忘れないうちにやっときましょうか。あー、まあいいか、忘れないうちにやっとこう。このね3部隊を、まあ、全力で出していきたい。あー、もうちょっと待ってもいいな。まあでもしょうがないでしょう。全力でこれで出していく法人ですね。うん、オブトラモサさん以外を出すと。出して、戦へ参る。おそらくね、ここにいても多分ダメなんですよね。だからこっちに行って攻撃態勢を取ると。うん、こっちから攻撃してもいいんですけど、攻撃する場所がないじゃないですか。うん、北条なんで、もういつここの部隊がね、下からね、こう攻めてくるかわからないんで、なので上の方からでちょっと待機しておきましょうという。で、それでもしこっちに来たら、この富士宮の方からね、ね、うちの姫をね、出しますんで、それで攻撃って感じですね。はい。まあそういうね、緻密な作戦を今考えてるところなんですよ。なかなか辛い。考えることが多すぎる。よし。じゃあ、あと、ここの、若巫女城に戻るのを待ちましょうという感じですね。もし、戻りました。で、お、そうですね。孫四郎がいるんですよね。孫四郎がいるんだよな。やべ、孫四郎大将だわ、これ。あー、でも、小畑さんにしたいな。一応、武田でやってるんでね、小畑さんにさせていただきましょう。まあ、孫四郎がね、強いですが、まあ、こんな形でいいでしょうと。出陣するぞ。で、これで、砥石城の方に向かいますと。という感じですね。で、こっちは、あ、秋山さんが早々戻ってくる。うん。で、うん。馬場さんがまだね、うん。すげえゆっくりやってますけどね、すいません。ちょっとマジでガチでやらないといけないんで。で、戻ってきた。そしたらこの2部隊編成ですね。高坂男女を、まあ、じゃあ先導とかにしとこうか。先導、激励ですかね、激励。うん、これも900ぐらいで、法人で行きましょうと。戦場へ参る。さあ、こんな形でよかろうでしょうと。で、もう一部隊は、秋山さんじゃないです。このね、次男坊をね、私はね、優先的に上げていきますから、はい。次男坊を対象にして、小和田先生に手伝ってもらいますと。うん。で、ここもね、法人にして、こんな感じですね、大津新地と、うん、せいろを立てながら、こっちに向かうという感じで大丈夫かな。砥石城の方がひとまずこれでいける気がしますと。あ、で、信玄があとあれですよね、木曽福島に向かってるような気がした。違ったっけ、なんかでそんな見たような気がした夢かもしれんで、あ、そうね、で、馬場さんが戻ってくる。じゃあ、それはこれで終わりなのかな。うん。あと、普通に、雪鷹を入れるだけですね。うん。国峰城に入れるだけ。よし。これである程度揃ったでしょ。うん。揃いましたと。じゃあ、あと、馬場さんが戻ってくるのを待ちましょう。馬場さんが戻ってくるのを待つと。即座に出ますから。ちょっと、いいタイミングで。
いいタイミングでやめて。よし、戻りました。じゃあいつもの3人で行きます。よし、これでいいかな。うん、出陣するぞ。さあみんなあれですよ、美濃の神の少数ね、馬場美濃の神、原美濃の神、笹栄、馬場美濃の神、あの正房、このね美濃の神3人衆でね行きますんで、はい。でこっち経由して苗木経由して、まあこっちですね、九条八番の方に行ってもらうと、うん、感じですね。ちょっとね、覇気がね、口数の覇気がねないと思いますけど、こういう場合はねかなり慎重に私がやっているという証拠なんで、ちょっとご理解いただきたい。はい、あ、そう、こういう風に出しちゃうのがいけないんだよ。出すから攻撃できなくなるんですよ。私はそれが気になっていた。うん、だからわざわざこっちにね舞台を向けていたんだ。もうそれぐらい分かれよダメな AI よし、で内藤さんが戻ってきますね。でこっちの舞台は順調にいっている。うん、小畑さんもいっている。よし、じゃあこれでいいかな。ひとまずこれで良さそうですね。じゃあまた進めていきましょう。ゆっくりね、ゆっくり進めていきましょう。さあ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 、どんな感じですか。ああ、やっぱここね出てるけどね、やられますよね、やられますが、今向かってるのでちょっとだけお待ちをというね感じですね。うん、あ、基礎福島これやられるか。あ、でも間に合う、間に合いますかこれ。あ、間に合ったね。さすが、さすがですね。まあさすがと言わざるを得ない。ちょっと壇上さん早いかな、ちょっと壇上さん早いかもしれん。あと戻ってくるでしょ、馬場さんこっちにいる。で国峰に今向かっている。じゃあこっち見れば一番いいですかね。ちょっと高坂壇上さんは早いかな。うん、ちょっとだけ早い。うん、ちょっとだけ早かったという感じですね。うん、あとはいいかな。 OK、 ちょっとだけ早かったと。よし、じゃあ行こう、もう行こうか。うん、3人でじゃあ行きましょう。これ3人ちゃんとね攻撃したの確認したら、まだまだ高坂さんだけか。この舞台はまだ攻撃できていない。じゃあ若干もうちょっと早かったな。この辺の細かい操作が必要なんですよ。3舞台いないとねなかなか対処しきれない場合が多いんで。さてさて、小畑さんが動いてくれた。よし、これでいいでしょうという感じですかねと。みんな入った？マサテルさんが、次男坊が入ってないなまだ。あと内藤さんがそろそろ帰ってくると。あれ、こっちはもうやられそうだと。まだやられないか。うん、まだやられませんね。あ、そろそろね、そろそろ入れそうですね。じゃあマサテルさんがこれを攻撃準備できたら、あ、できましたね。よし、じゃあやってきますか。うん、これね、雪高はね多分ここに置いとけばいいだけなんで、まあいいでしょうと。もし次の隊になってもね多分大丈夫だと思いますんで。じゃあこのね豊市場攻防戦をやっていきましょう。馬場さんここにいるね。うん、 OK ですと。うん、手抜かりは今のところはないかな。あー、でも1400、あと457か。出しとこうか、少しもうこの舞台を出しておきましょう。せいろを立てて法人で
しょうがないよね。戦場で華麗に舞いましょう。こう元巣城のあたりで待機しとこうか。うん、まあこれでいいでしょう。うん、これ準備万端かな。はい、じゃあちょっと戦していきますので少々お待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。まあこのね防衛戦はね、まあいくらでも童貞でもなるでしょうと。あ、ちょっと待って、これ奇襲じゃないか、もしかして。行くぞ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。じゃあね、この部隊を集中的に攻撃して、そうですね、回り込ませましょう、こういう風に。で、ここにこのピヨってる間に間に合えばなんとかなると思いますんで、この部隊を少しでも早く、はい、敵に城を奪われますか。はい、不可思城ね、不可思城の話ね、分かってますよ、不可思城の話でしょ。よし、よし、これ神速とかあったらいいんだけどね。うん、ないんで、高坂さんにひとまずこっちに行ってもらう。うん、他の部隊はまあそこまで急がなくてもいいかな。他の部隊はこっちに行くぐらいで、真田の部隊は こっちで。さあ、あ、振りがなかった。ってことはちょっと移動速度が速くなる、若干速くなる。これピヨッタの抜けたの、あ、ピヨッタ抜けた。え、何、こっちから来るつもりですか、あなた、あなたは。真田の戦法は、あー、悪くはないっすね。あ、雷神覚えてるね。じゃあね、孫四郎が覚えてましたね。じゃあこっちで、この部隊がちょっと横やり、横やりを入れるみたいな感じにしましょう。で、高坂さんがこっち。うん、承知いたしました。まあ、これが一番よろしかろうと。あ、なんだ、そっちから来んのかい、そっちから来るのかよ、なんだよ。承知いたしました。いやいや、この耐久がね、高いとはいえ、高いとはいえあまりよろしくはないと。さあ、使っちゃいましょうか。死にたい者は前に出よ、前に出よ、死にたい者は。よし、じゃあこっちはまだあれか、あ、利感がありますね。今のうちですよ、今のうちですよ。よし、承知いたしました。じゃあこんな感じでいけばなんとかなるのではないかと。すごいね、風林火山が。さあ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 、がっつり減らしていきますよ、がっつりと。うん、あ、ちょっと前に行って雷神を使ってもいいですか。ちょっとこれ雷神使いましょう。お前たちに勝ち目はないぞ、お前たちに勝ち目はないぞ。これがマガシロの力。よし、これどんだけ下がった、がっつり下がってんな。お前たちに勝ち目はないぞ。オッケー、がっつり下がっている。その首もらったは分かるんだけどさ、すごいね、もうオンパレードですね。ここも単純に多分いきそうですね。このターン中におそらくなんとかなるでしょうと。よし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 、オッケー、終わりましたと。いやー、奇襲されるときはどうなるかとかと思いましたけど、まあなんとかなりましたね。オッケー、オッケー。で、あなた来るんですか、あなた。じゃあ一応ここに置いとくしかないじゃないですか。かしこまりました。もう来るのね、もうめんどくさい、本当に。で、経験値は持たせて得ましたかね。経験値が
経験値稼ぎにもあるんですけど、あれ経験値をもらえてないの？激屋しか書いてないな。マジっすか。まあしょうがないね。うん、あやばい、この舞台が。そろそろ行きましょう。そろそろ行きましょうと。さてさて、あこっちからも来てんな、成田のボンクラが。ボンクラが来ている。あと一撃でやられると。あで内藤さんが帰ってきた。うん、内藤さんが帰ってきた。で確かこんな感じのでいいんですよね。他の人は何も持ってはいない。内助の子を持っている。電光石火、電光石火、電光石火は少しいいかもな。あでも朝比奈さんが持ってるか。持っている。そうなると、うん、このメンバーでいいですね。よし、じゃあいつも通り法人を一つ一応ね、予備のために入れておいて、出るとする。さあ内藤さんも行っちゃってくださいと。もう稲葉山城攻めましょうかね。よし、こんな感じでよかろうかなと。馬場さんがこっちにいる。よし、これでいいかな。うん、これで良さそうでしょう。オッケー。あやばい、忘れてた。真田幸隆を入れるのを忘れていたと。幸隆を入れるのを忘れてた、完全に忘れてた。よし来たね。でもね、来ましたんでここに入ると。うん、もういるだけです、いるだけで。はい、岡部さんがもう上代なんで、はい、それはいいですと。ここは取られるね。もう取られたらすぐ出ますから。すぐ出てもう一回ね、攻め直しますんで。はい、まあそこら辺はね、まあいつも通りかなという感じですね。これでいいかな、ひとまず。うん、OKOK。あそうだ、同盟をねしなきゃいけなかった。同盟を、織田家と同盟をすると。うん、そうすればこうすんなり通れるんでね。うん、ほらもう行き満々じゃんこいつ。こいつ許せんわマジで、許せん本当に。みっちゃんがいるとはいえ、みっちゃん連動下がってますから許せんよ。よし、じゃあちょっとまたね内省してきますので少々お待ちくださいよね。馬場さん見ながらね、はい、ちょっと内省してきますね。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっとまたね言葉に詰まってしまいましたけどね、ちょっと鼻が詰まってるんですよ、すいません申し訳ございませんが、はい、若干鼻が詰まっている。よし、で一番見るところなんですけど、一番見るところはここはまだ大丈夫だよね。うん、一番見るところはここかな。うん、ここがやられそうなんで、ひとまずこっち向かってますが、攻撃できるかといったところ。あとどうしようかな、内通しとく、これこいつに付箋に持ちかけるというのも手ですよね。どうしようか、一応保険として付箋にしときましょうか。一応ね、内通にしときましょうか。うん、一応ね、一応、まあ、来る気満々なんでね。はい、よし、じゃあそんな感じで行きましょうかと。うん、であとは普通に、うん、剣心が来るのを待ちつつですね。はい、でこの平井城が取られるのを待つと
そんな形でございますと。よし、じゃあやっていきましょう。またゆっくり。さてさて、来るなら来やがれという感じですが、さてこっちはどうなった。は、うわー、平井城いやらしい方向から来んのか。まあそれはそれでありがたいな。うん、で教育なった、これなってる、なってますね、教育に。よし、攻撃なった。よし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 、結構減らせている。さあ伏線が間に合うかな。あ、こっち戦始まったんだっけ。まあまだ始まっていない。よしよし、じゃあやっていきましょう。ここはうん、で伏線がね、伏線がいつ届くかですよね。その前にね、伏線が届かなかったら戦になっちゃうのかな。ちょっとそこら辺わかんないですけど、まあひとまず戦をねしてまいりましょう。内藤さんも向かっている、馬場さんも向かっている。よしよし、流れはそんな悪くない。じゃあやっていきますね。